どうも、皆さん、こんにちは。チャックバスです。本日はですね、速報ということで、このアメックスゴールドカードがですね、新しいクレジットカード、こちらにね、切り替わることが発表されましたので、本日はこちらの解説、やっていきたいなと思います。ということで、こちらのね、アメックスのゴールドカードが、このね、アメリカンエキスプレスゴールドプリファードカードにね、切り替わるということで、一応ね、切り替わるっていうね、感じで、ね、話させていただいておりますけども、 希望しない方はですね、そのままね、アメックスのゴールドカード、今のね、このプラスチックのアメックスゴールドカードで、ね、そのまま持ち続けることができるわけなんですけども、これからですね、発行される方は、このアメックスのゴールドカードではなくて、このね、アメックスのゴールドプリファードカードになるっていった形になるんですよね。こちらね、本日発表されまして、非常にびっくりしたわけなんですけども、 こちら、アメックスのゴールドカードはですね、プラスチックのね、クレジットカードになっているわけなんですけども、こちらのね、アメリカンエキスペースゴールドプリファードカードは、えー、金属製のクレジットカードということで、こちらね、アメックスのビジネスゴールドカードになるわけなんですけども、こちらもね、もう結構前にメタルカードになりましたよね。で、今回ね、こちらのアメリカンエキスペースゴールドプリファードカードも、メタル製って言った形になるんですよね。まあ、このね、アメックスのメタルっていうのは、そんなにね、あの、金属金属してないというか、まあ、落としてもね、まあこんな 感じの音なんですよねまあ、あの、一応ね、あの、金属っぽい感じはするんですけども、なんかジャラジャラした感じはね、まあしないわけなんですけども、まあ今回ですね、このね、アメックスのゴールドカードが、アメックスゴールドプリファードカードっていうね、名前に変わるということで、 いやね、びっくりですよね。ということで、今回の動画ではですね、このアメックスのゴールドカードと、今回ね、アメックスのゴールドプリファードカード、一応ね、新しくくりのクレジットカードということで、特典等々もね、変更になっているっていうふうになりますんで、ここら辺ね、徹底的に解説ね、やっていきたいなと思いますので、気になる方はぜひね、最後までご覧いただければなと思います。 はい、ということで、こちらね、アメックスの公式サイトになるわけなんですけども、アメリカンエクスベースゴールドプリファードカードということで、こちらね、あの、アメックスのね、ゴールドカードが、これね、すべてのカードを見るよね、選択してももうね、アメックスのゴールドカードは、新規でね、 こうすることができなくなっておりましてアメリカンエキスプレスのゴールプリファードカードがまあ、アメックスのゴールドカードになっていくっていう風になるんですよね冒頭にも言っていると思いますけれども今のねプラスチックのアメックスのゴールドカードをそのまま使いたいっていう方はそのままね利用することができて特にね変更を希望しない限りは今のところね自動的に切り替わったりはしないっていうえデスク回答になっておりますですのでまあそのままねあの利用することができますしまあ、金属のカードに変えたかったらこちらのクリー で、レジットカード、ね、発行することができるって言ってたちらね、入会特典がね、記載されておりますけれども、これからね、発行される方は、こういったね、感じの入会特典がね、利用することができるっていう風になりまして、えー、まずですね、金属製のカードっていう風になるんですよね。まあ、これはね、ずっとなるのではないかっていう風に言われてたわけなんですけども、まあ、やっとね、実装されたって言った形になります。で、このね、ゴールドプリファードのカードの特典ですね、まあ、ザザッと書いてあるんですけども、結構ね、あの、わかい かりづらいいっていう風になりますんで私の方でねちょっとまとめさせていただきましたまあそれがねこちらになるわけなんですけどもアメリカンエクスプレスゴールドプリファードカードですねえ年会費がね39,600円ということで年会費ね上がりますですけどもえ先ほどから言ってる通りね今のカードそのまま続ける分には 旧の年会費31,900円が適用されるっていうふうになりますので、まあ、特にね、変更はございません。前回に比べると、7700円アップしてるっていうふうになります。で、家族カードはね、2枚まで無料っていうふうになりまして、3枚目以降ですね、19,800円で発行することができます。ちなみに、家族カードに関しては、え、本カードはね、メタルカードですけども、家族カードはね、あの、プラスチックのカードになりますんで、この点ご注意ください。で、基本還元率が1%還元、貯まるポイントが、 アメックスリワードポイントっていう風になります。で、こちらね、非常に大きなね、特徴の一つなんですけども、アメックスのね、メンバーシップリワードプラスってありますよね。えー、っと、3300円だったと思いますけども、年間ね、かかるんですけども、アメリカンエキスプレスゴールドプリファードカードはね、無料っていう風になるんですよね。これ非常に珍しいですよね。で、特典ですね、ホテルメンバーシップということで、アメックスのね、ゴールドカードは、プリンスホテルね、ゴールドステータスが利用することができます。まあ、ゴールドステータスなんで、まあ、レイト チェックアウトとかねまあそのぐらいはね、利用することができるっていうふうになりまして、まあ、詳しく見たい方はですね、こちらね、プリンスホテルのね、公式サイトになりますので、まあ、見たい方はですね、こちら、詳細欄に載せておきますんで、チェックしていただければなぁと思うんですけども、まあ、ゴールドステータスなんでね、えっと、プラチナ、ダイヤモンドたってのゴールドなんで、レイトチェックアウト、レストランでのお祝い、 優待とかね、えー、お食事系、えー、10回でお食事券プレゼントとかね、まあ、そんなにね大した特典はね、まあ、ないかなっていうところですかね。 ま、あこういった特典がね、ついております。で、継続特典ということで、このね、アメリカンエキスプレスゴールドプリファードカードは、フリーステイギフトが年間200万円利用していただいて、継続していただくと、利用することができるっていうふうになります。このフリーステイギフトっていうのは、アメックスのプラチナカードね、更新するだけで、え、もらえるね、あのアメックスのフリーステイギフトが、このゴールドプリファードカードにも、年間200万円ね、利用していただくと、もらうことができるっていうふうになりますんで、これはいいですよね。 で、こちらの対象ホテルが、えー、こちらですね。プリンスホテルから、えー、マリオットとかね、いろんなホテルがね、あの参加、えー、しているわけなんですけども、ここら辺でね、あ好きなところで、まあ、一泊ね、利用することができるっていうふうになりますんで、まあ、以前ですね、ステータスっていうのはね、こちら使うことがね、昔はできなかったんですけども、まあ、今はね、あの、ステータス持ってたらね、ステータス測定もね、利用することができるようになりましたので、これはいいですよね。 で、次ですね、継続得点二つ目ということで、アメックスのトラベルオンラインのクレジットが1万円ね、もらえるっていう風になります。これはね、普通にいいんじゃないですかね。特にね、あの、利用条件がなく更新するだけでもらえるっていう風になりますんで、私ね、アメックスのプラチナカード持ってた時にね、こう、誕生日だったかなその時の、 え、プレゼントで5000分のね、あの、クレジットもらえたりしたんですけども、まあ普通にね、あの空港の全泊のホテルとかね、5000引きで利用することができて、300円とかね、400円とかで利用することができたんで、これは普通にいいですよね。ですので、まあ200万円切れる方はフリーステイギフトもらえますし、トラベルオンラインね、クレジット1万円分もらえますし、メンバーシップリワードプラスね、無料で利用することができますんで、これはね、非常にいいですよね。で、またね、レストラン特典123ということで、ゴールドダイニング 招待日和が利用できたりポケットコンシェルジュ20%オフこちらは1万円まで,ですねあとねトランジットジェネラルオフィス15%オフっていうねまあこういったねレストラン特典もね結構充実しているっていう風になりますでこちらの公式サイトはですねまずこちらはポケットコンシェルジュですねまぁ、あ、こちらの対象のレストランで20%オフでね利用することができたりまたねトランジットジェネラルオフィスっていうね対象のレストランで割引でね利用することができたり、まあ、招待日和もね利用することができるって いう風になりますレストラン特典がね結構多くね設定されているっていうふうになりますしまあポケットコンシェルジュね利用される方は20%オフで利用することができますんでかなりレストランにね力入れておりますよねでまたねホテル特典ザ・ホテルコレクションっていうのが利用することができて今はねあの限定キャンペーンやってないんですけどもこちらを経由していただいて利用していただくと客室のアップグレードだったりね100ドル分の、えー、クレジットがねもらえたりするっていうふうになるわけなんですけども、まあ これは多分ね結構高いと思いますんでまあ比較してねお得だったら利用していただければなっていうところですかねで次ですねホテルダイニング特典ということでホテルダイニングでも最大20%オフでね利用することができるっていうふうになっておりましてその公式サイトがねこちらになりますけどもちょっと贅沢、えー、にいつもと違う特別な時間をということで、えー、ラグジュアリーホテルの食事が10%から20%オフでね利用することができるっていうふうになりますやはりねゴールドカードということで レストランであったりねねホテルの特典が非常に多いでですよ、ね、でまたねスタバ入金もね20%還元で利用することができるっていうふうになっておりますんでまあ、こちらに関してはアメックスのキャッシュバックオファーが、まあ、期間でね年間2回分けてね利用することができるっていう風になるみたいなんですけどもスタバね利用される方はかなりねいいメリットですよねで各種プロテクションということでアメックスのねゴールドカードっていう風になりますんでショッピングオンラインリターンキャンセルスマホ全部ね付帯しておりますで旅行 健康券はまあ、アメックスのクレジットカードなんでね。利用負担になっておりまして、航空便遅延とかもね。付帯しておりますのでまあ、利用していただければね。ここら辺はえ付帯して利用することができます。で、空港ラウンジですね。同伴1名無料でね。利用することができてえ、海外手荷物宅配サービスということで、プロパカードのゴールドなんで往復1個ね。無料で利用することができます。こちらもねいいですよね。で、プライオリティパス、えー、レストラン特典はね。アメックスのプライオリティパスなので利用することができませんけども。年間？2回 回まではね無料で利用することができるっていう風になりますで国際ブランドはアメリカンエキスプレス発行元は アメリカンエクスプレスっていう風になるんですよね。まあ年会費はですね、39,600円ということで、今のね、ゴールドカードより7,700円ほどね、年会費は上がるわけなんですけども、ここら辺の特典がね、考慮していただいて、ご自身にね、合うのであれば、こっちのね、アメリカンエクスプレスゴールドプリファードカードに、まあ、切り替えていただくのはね、いいのではないのかな、なんていう風に思います。ということで、ここまでがですね、基本的にメリットをね、話させていただいたんですけども、 一応ねデメリットもあります。でこちらですね人によってねあの変わると思うんですけどもこのねゴールドプリファードカードはですねメンバーシップリワードプラス無料ですよね。ですのでボーナスポイントプログラムってあるじゃないですか。 こちらですね、100円で3ポイントということで、Amazon とか Yahoo ショッピングとかね、APP ストアとか JAL とかね、100円で3ポイント。で、またね、この Amex のメンバーシップリワードプラスっていうのは、ANA マイルコースにね、あの加入、えー、5,500円ぐらいかかると思うんですけども、まあそれをね、利用していただければ、どうかでね、ANA マイルに交換することができますんで、Amazon のね、ANA マイル還元率が3%還元だったりするんですよね。非常に強いですよね。 なんですけども、このね、ゴールドプリファードカードはですね、年間ね、50万円までの利用しかね、あのポイントがね、もらえないっていう風になるんですよね。 ですので、今ね、グリーンカードとか、普通のゴールド、あの、プラスチックのゴールドの方ですね。あとね、プラチナカードとかね、確か500万円ぐらいまでね、こちら100円で3ポイントね、利用することができると思うんですけども、このね、ゴールドプリファードカードだけ、ボーナスポイントはね、9月1日から8月31日までで、10万、えー、1万ポイント、年間50万円分の利用までね、対象っていうふうに、 なるんですよね。これがね、ちょっとね、このクレジットカードの、まあ、デメリットかなっていうところですかね。まあ50万円なんでね、まあそこまで超えないっていう人はね、まあ多いと思うんですけども、一応ね、こういったデメリットもございますので、こちらはね、アマゾンとかね、あの JAL とかね、あの、ここら辺の対象点でよく利用されていて、このボーナスポイントね、よく使ってる方はですね、えぜひね、覚えておいていただければなぁと、 思います。でですね、これね、非常に意外だったんですよね。というのも、これゴールドカードじゃないですか。しかも年会費39,600円の、このゴールドカードで、こういった制限を入れてきたっていうことは、今ね、グリーンカードとか、これもデスクに確認したんですけども、今のプラスチックのゴールドとかね、グリーンカード、月会費制のね、カードとかも、こちらね、登録することができて、プラチナもね、もちろん利用することができるんですけども、そこら辺のカードはね、変更ないんですかって聞いたら、そこはね、変更ないらしいんですよ。 ですけども、ゴールドカードでね、こういった制限を入れてきたっていう風になりますんで、これはね、今後変わっていくと、個人的にはね、予想しております。やはりね、39,600円の年会費で、こういった制限を入れてくる。 いうこととはグリーーンカードとかですねプラスチックのねあのゴールドカードもそうですけどもそれより年会費低いねクレジットカードの方がねボーナスポイントアッププログラムはねもっと高い金額利用することができるっていうのはねちょっとねおかしいなって個人的には思いますので、まあ、今後ねこういったのが、ね、入ってくるのかもしれないですね。 ちょっとね、本当にこれはね、意外だったわけなんですけども、まあこういったようなね、適用されておりますんで、このね、ボーナスポイントアッププログラムね、利用されている方はご注意ね、いただければなと思います。 それでは次にですね、こちらね、アメリカンエクスプレスゴールドプリファードカードによくある質問ということで、一応ね、Q&A もね、用意されているっていう風になりますんで、ちょっとね、全部は読み上げませんけどもえ、気になる方ね、あの、概要欄にね、載せておきますんで、このページね、ぜひね、チェックしていただければなぁと思います。やはりね、あの、ゴールドとね、ゴールドプリファードの違いが何なのかとかね、まあ、あの、以前使ってたゴールドカードが年会費変更になんのかとかね、まあ、そういったね、いろんな質問ね、あると思いますので、ぜひね、こちらは、えー チェックね、していただければなぁと思います。まあ、ゴールドカードね、新規申し込みは終了しておりますが、家族カード申し込めますかとかね、ありますけども、ここにね、書いてある通り、え基本会員の新規受付はえ、2020年2月20日で終了しておりますということで、もうね、あの、プラスチックの方のゴールドカードはね、申し込むことができないっていう風になりますんでね。まあ、こういった感じでね、あの、記載されておりますんで、このページもね、ぜひチェックしていただければなぁと思います。 はい。ということで、今回ですね、アメリカンエキスプレスゴールドプリファードカードがですね、発表されましたので、解説ね、させていただいたわけなんですけども、もしね、Q&A 見てね、わからない部分がございまして、私でね、答えられるところであればですね、私のねで返信させていただきますんで、ぜひね、あの、わかんないことございましたら、コメントね、残しておいていただければなぁと思います。いやね、とうとうね、ゴールドカードがですね、 メタル製になって、ちょっと年会費はね、4万円、約ね、4万円になりますので、まあ結構高いわけですけども、まあ特典はね、結構しっかりね、ついているっていう風になりますんで、私もね、あの、私は今ね、あの、プラスチックのゴールドカードしか持っておりませんので、まあビジネスカードのね、ゴールドをメタル製ね、持ってるんですけども、一応ね、今回ね、発行させていただきました。まあ一応ね、審査入るみたいですので、あの、普通のゴールドカード持ってる方もね、この点はね、あの、注意しといていただければなと思います。ということで、 今回の動画はこんな感じで終わりたいなと思います。この動画役に立った方はいいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログ、ツイッター、インスタグラム、LINE 公式アカウント、最近ね、LINE 公式アカウントでプライティパスのね、おすすめがわかる PP 診断、マイル診断、ポイントサイド診断、マイルクレカ診断ね、やっておりますんで、こちらね、無料で利用することできますんでね、ぜひチェックしていただければなと思います。ということで、今回の動画はこんな感じで終わりたいなと思います。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。